皆さんこんばんは、モダンタイム先生のヒロです。あ、めっちゃ近い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 今日はニコルソンズナイトでした。お疲れ様です。まあラジオドラマでやっている内容を、作品を朗読劇という形でね、はい、で生でね配信もさせていただいてたんですけれどもね、皆さんどうですか。お疲れ様でした。どうぞ。ありがとうございました。朗読劇っていうのは、まあ台本を持ちながらやる感じです ね。あの初めてですか、皆さんこうやってやられたの。今回初めての試みで、うん、なんか違いますか、こうなんかなんて言うんだろう、パフォーマンスとかね、こう身振り手振りがあるけど、なんか台本があるから、うんうん、セリフに集中できて、あ、聞く方もセリフに集中できていいんですが、台本を持ってるからゆえに、うん、間違えたり噛んだりすると、あ、逆にめっちゃ恥ずかしいって見てるのに台本見てるのに間違えたっていう、めっちゃ恥ずかしい。何て言ったっけ、鉄の掟を、鉄の鉄則、鉄が重なっとるめっちゃ鉄が違う、鉄と鉄で面白かったですよね。聞いていてというか見ていてというか、めちゃくちゃ 笑いました。いっぱい思うよね、いろんな各所で笑いました。下手に台本外さへん方がゲロちゃう。いやいやそれはそれでそういうことだよ。なくなってくるぞ。まあ、でもこういうところでは合ってるのかなと思いました。がっちり芝居するんじゃなくて、こういうところでは朗読劇でやっておいて、でもこれは、劇場で本当のお芝居にしますみたいにすれば、あの炭焼きができておもろいんちゃうかなっていうのは思いました。面白かったですね。なのでやります。またね、ニコルソンズさんたちとしてはまたどっか今後の予定はどうなっていってるんですか。いや、6月と7月にやりたいんですけど、まあね、日本の中がね、でも6月と7月までこれが続いたら、全部の経済が潰れる。なんとかしたいしね、してもらわないとかね。で、ハタさんは映画が、はい、今度映画がロックンロールストリップという僕のアス監督の映画が、はい、沖縄国際映画祭に招待されたんですけど、中止になりました。なんてことだ。レッドカーペット歩ける予定が中止になりました。また来年の沖縄国際映画祭じゃなくて、いや、今年だ、今年。へぇ、そっか。まあ、しょうがない。でもまあ、それが8月あたり。映画は8月あたりね、公開予定です。はい、皆さん、ぜひね、チェックしていただいて、またね、はっきり決まったら、多分ね、告知とかどんどんみんなでね、これでまあ、その騒動が落ち着いたら、またライブを。モダンタイムズやらせていただきたい。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、なんかじゃあ、今日役者の皆さんの誰か一言、誰か一言、名前が変わった。はい、今日から、吉見晴人になりました。どうも。なんで今日からなんですか。もともとは4月1日を気に変えるっていうんですけど、まあ多分ハンドさんの計らいでこういう場で発表していただいて、本当はもう方法を決めてたんですけど、嘘の名前を、いや本当に昨日までトラ吉で行こうかなって。そっか、トラ吉なのか、どうせなら阪神ファンかな。そしたら今日春人ってなったんで、全然ちゃうやん。めっちゃ柔らかい、めっちゃ柔らかい、めっちゃ柔らかい。でもすごい、本当画数がすごいいいから。そうなんですね。調べといてまた。じゃあ、来年レッドカーペットあるかもしれない。出したらね、これで行ってください。ハントさんとしながら。いやー、めっちゃビデオ撮るよ。ある人かな、ハルちゃんかな。ある人、ハルちゃん。呼び方決まってないし。呼び方。じゃあ、皆さん呼びやすいように。ハルちゃんで。ハルちゃんで。よろしくお願いします。ということで、純ちゃんは、ね、今日はまたいつもと違う、ね、演奏というかね、はいはいはい、いつもは山下さんの曲をメインでやってましたけど、はいはい、ね、今日は違うバンドさんの楽曲にサポートというか、サポートでもないか、まあ、ゲストとして入ってきて、まあね、なんかこう、まあ、サポートっちゃサポートなんですけれども、なんかこう、まあ、ライブでも言いましたけども、その
ね、全盲で車椅子だとサポートにミュージシャンっていうのはなかなか難しいものなので、ね、機材運ばれる、そう、機材と一緒に運ばれる、機材増えたやないかみたいなるから、はい、なかなか難しいとこがあるので、だから、ね、こういう場を借りてるとあれですけども、なんかそういうサポートの楽しさみたいな、まあサポート歴を超えてたかもしれんけども、ちょっとアレンジも入れて、ハーモニカアレンジも入れてたんで、でもそれをこうなんか楽しくやらせてもらったのがこういう感じで、まだ色巻き取り取りというね、あの、よかったね、すごいよかった、うん、まだぜひこのニコロさんとないとね、まあ、このコロナのややこしいのが収まって、うん、ということはまたみんなが来やすくなったらまたやらせてもらえたら嬉しいなと、ぜひぜひまたお願いしたいです。本当に今夜はすごく意味があったんじゃないかな、ね、僕もギリギリまで悩んでました。そうですよ、もうみんな今悩んでますよね、悩むけど、なんかすごくやってよかったなっていうのが、そうよかった、皆さんね、すごいやっぱ笑顔になってね、帰ってくださったし、私たちも笑えたしね、うこれをモダンタイムさんのおかげですよ、ね、いやいや、こちらこそですよ、本当にもうありがとうございます。またね、じゃあみんなで本当に笑顔でね、はい、会える日を楽しみにしてますので、これからもよろしくお願いします、よろしくお願いします。ラジオドラマを作り、ちゃんとオチまでどんでん返しも入れてオチまで作るという、毎週苦行のような、あの俺にとっては苦行のようなラジオのドラマがあるんですが、その30本以上ある中から今日は、5本ちょっとあの用意しましたので、まあ1個ね3分程度なんで、これをあの今日は生で、役者が台本持ちながらですけど生で、朗読劇をやろうと思います。でそれ今日はなにわニコロソンズからはこの8人です。はい、大丈夫、これ降りようか、ちょっと早い、はいはい、8人いる、8人います、はいはい、大丈夫です、あ、じゃあ泣き虫とオーロラスケットっていうお題だけをいただいて、そこからドラマを作りましたんで、じゃあ、この泣き虫とオーロラスケットを出る人、はい、はい、じゃあそれだけ残って皆さんは一旦はけてください、この3人で、はい、泣き虫とローラースケートをやるので皆さんよろしくお願いします。はい、では泣き虫とローラースケート、よーいスタート。買って買ってね、買ってよパパ。ほらケンちゃん、わがまま言わないで、今日は帰るぞ。嫌だ嫌だ、ローラースケート買って。危ないからダメ、怪我したらどうするんだ、ママが悲しむだろ。だって欲しいんだもん。男のくせに泣くんじゃない。だって泣き虫なのもん。自分で言うんじゃない。うわー、ローラースケート。はいはい、いくら泣いてもダメなものはダメ。こないだ買ってあげた一輪ちゃん、もう乗ってないだろう。もうパパには泣き落としは通用しないんだからな。お取り込み中のところ失礼します。坂本さんですよね。はい、そうですが、あなたこういうものです。ハイエナ更新所。一言で言えば探偵です。パパ、探偵って何？主に浮気調査をしています。パパ、浮気調査って何？ケンちゃん、静かにしなさい。この写真を見ていただきたいのですが、ラブホテルから若い女性と腕を組んで出てきているのは坂本さんですよね。あ、本当だ、パパだ。ケンちゃん、どうしますか？この写真、奥さんに見せた方がよろしいでしょうか？やめてくれ、困る。それでは、この写真を買っていただきたいのですよね。なんだと、このハイエナ野郎め。わかりました。では、この写真を奥さんの方に郵送させていただきます。待ってくれ。わかった、わかった。払えばいいんだろう。お買い上げ、ありがとうございます。いくらだ？10万円です。10万円とローラースケートです。ケンちゃん。口止め料です。パパに向かって蹴り子はやめなさい。怖いだろう。だって、パパが悪いんじゃん。自業自得じゃん。因果応報じゃん。ケンちゃん、そんな難しい言葉どこで覚えたんだ。ママ悲しむだろうな、ワンワン泣くだろうな。ケンちゃん、ちゃんと勉強してるんだもん、偉いでしょ。支払いは現金払いとなっております。分かってるよ、今コンビニで下ろしてくるよ。ケンちゃん、ここで待っててね。はい、行ってらっしゃい。お兄ちゃん、ありがとう。こんなのでよかったのか。バッチリ、ナイス演技力だよ。一応劇団員だからな。いいアルバイトでしょ。助かるけど。気にしない気にしない、悪いのはパパなんだからさ。ママを裏切った罰だよ。最近の子供は恐ろしいな。
ゲームセンターで声かけてきたときは何のドッキリかと思ったぜ。売れない劇団員をドッキリにかけるわけないじゃん。おい、下ろしてきたぞ。ほら、受け取れ。はい、確かに。写真。コピーはないので。当たり前だろ。では、これで。バイバイ。くそ、ハイエナ野郎め。でも、復讐できたからいいじゃん。復讐？はい、これ。パパのスマホ、いつの間に？ボイスメモでさっきの会話を録音しておいたから、これであのお兄ちゃんを恐喝できるね。ケンちゃん、浮気してたのはパパだけじゃないんだよ。まさかママが？あいつと嘘だろ。ママパパも泣き虫だね。ローラースケート買いに行こう。始まります。はい、はい、新婚旅行の宿題どうぞ。それでは五十嵐の離婚を祝って乾杯。やめてくださいよ先輩。なんだよ、めでたいじゃないか。なあ、花の独身だもんな。いいよな。羨ましいっすわ。俺たち全員嫁さんの尻に敷かれてますね。その通り。まだ吹っ切れてないんだよな。さあ酒飲んでしおりちゃんのこと忘れろ。乾杯！乾杯！それはまあショックだよな。新婚旅行のハワイに離婚だもんな。早えよ。ぶっちゃけ離婚の理由何なんすか？ストレートに聞くね。宿題だよ。あ？宿題？それしおりちゃんが出した？そうなんです。新婚旅行の書やベッドの上で宿題を出されました。どんな宿題なんだよ。興味あります？あるよ。宿題はハワイから日本に帰るまでに、おお、スプーン曲げをできるようになれ。あ、スプーン曲げってあの、はい、ぐにゃってなるやつ。どういう意味なんですか？いや、しおりは俺を超能力者にしたいんです。エスターのしおりから見たら俺には隠れた能力があるみたいで、俺を覚醒させるために結婚したってわけです。お前相当酔ってんな。一口も飲んでませんよ。わかった。仮にしおりちゃんがエスパーだとしよう。課長、あっさりと認めるんですね。五十嵐は離婚のショックを受けてるんだよ。で、しおりちゃんはどんな超能力を使うんだよ。予知能力です。いやいやいや、だからなんですぐ離婚するようなやつと結婚するんだよ。しおりは自分の未来は見ることができないんですよ。ふん、じゃあお前の未来は見てもらったのか。はい、俺が人を殺すそうです。五十嵐さんが？ただ俺が超能力者になれば人殺しにならなくて済むらしい。だからその第一歩としてスプーン曲げという宿題を出してきたんだ。しおりちゃんってそっち系の子だったんだ。意外っすよね。さすがに怖くなって僕の方から別れました。そうだったのか。まあ人生は長い。今夜はとことん飲むぞ。僕は飲みません。五十嵐さん、ハワイのお土産ないんすか？このタイミングで聞くなよ。だって五十嵐さんハワイに行くの楽しみにしてたから。あるよ。何ですか？マカダミアナッツ。違うよ、マウイイワスナ銀着だよ。だからマウイイワスナ銀着。なんすかそれ。マウイ島に生息するイソギンチャク。いや、いらねえよそんなの。うまいよそれ。いいえ、地球上で最強の猛毒を持つ生物です。生産カリの8000倍です。え、ハワイの原住民はこの毒を使って狩りをしたそうです。ハワイに行きたかったのはこの毒が欲しかったからなんですよね。五十嵐、その毒を何に使うんだよ。決まってるじゃないですか。僕と結婚すると分かってるのにしおりに手を出した。3人の男に飲ませるためですよ。五十嵐さん、知ってたんですか？あ、ごめん。いや、そんなつもりじゃなかったんだ。誘ってきたのはしおりちゃんの方なんだ。エスパーってすごいですよね。
本当に未来が見えるんだ。
Yeah.